皆さんこんにちは、大堀123でございます。さて今回もですね、アコギの勧めということで始めてまいりたいと思います。第405回目ですかね。割と最近のアコギの勧めではですね、アップする動画、そしてまた割と好評なですね内容をねやっていきたいと思うんですが、アコギで弾きたくなるコードまたはコード進行ということでやっていきます。今回はですね、こういう流れなんですよ。 D からスタートなんですけど、G 行って A 行って A のオーギュメントに行って D という感じなんです。 A と D の間に入ったこの A のオーギュメントのトーンがなんとも哀愁が溢れてますよね。哀愁の溢れるトーンがアコギに似合ってるなと思うんですが、で早速ですねちょっと見ていきたいと思います。使うコードは D と G と A とこの A のオーギュメントというやつでございます。さっとやってみるとこんな感じ。何のことはね、普通のコード進行に見えると思うんだけど、この A のオーギュメントが入るってなかなか大きいでしょ。普通であればね、 D 行って G 行ってそして A 行って D と行けばいいじゃないかと。それだけじゃ面白くないんで、 A から D に行く時の間にこの A のオーギュメントをかまそうじゃないかというやつでございます。この A のオーギュメント、実は以前の動画でもねちょっと紹介しましたけど、こういった進行で紹介したんじゃないかと思うんですが、 A 行って A のオーギュメント行って F シャープマイナー行って A のオーギュメント行って A という A のコードが主体になっているコード進行だけに使えるわけじゃなくて、 D のコードを主体としたやつなんかでも使えるんだよね。 A のオーギュメントが入ることでちょっとした半音進行にもなるよねって感じでね。特にこの1弦の動きが顕著ですよね。こういうって感じで半音の動きが特にはっきり聞こえるってなってね、これが気持ちがいいですね。 A の次にこの A のオーギュメントをかませばより哀愁が出るんじゃないか、アコギのトーンに回ってるっていうことでいいんじゃないかと思うんですね。それを踏まえた上で見ていただきたいと思いますけど、これですよ。オーギュメントのコード一つ入るだけでこんなに哀愁が出るのかというやつでございます。取り上げること多いんだけども、オーギュメントの半音の要素の入った音っていうのかな、なんかどうも最近はこう惹かれるものがあってですね、こういったコード進行っていうのはビートルズとかよく使ってて、セカンドアルバムが With the Beatles というタイトルだったと思うんですが、そこに入っているカバーの曲だけど、ポールが歌っている Tears I Was You とかね、サビのところでね、って出てくるんだけど、カップを3フレットにつけてやってみると、今回と同じようなコード進行になっちゃうの。
これでしょってなるわけよ。 A ってね、そして A のオーギュメントのフォームが出るわけよ。そして D に行くという。あるいはですね、矢沢さんの曲でも親友って曲があって、俺の分まで幸せになれ、何も知らない、このあの人とのところで、あの人とで出てくるの、これがっていくんだけど、 A のオーギュメントのフォームが出てくるんですよ。いろんな使い方がありますけど、メジャーコードの間でこういったオーギュメント突っ込んでみるとなかなか面白いと思いますよ。以前にも紹介しましたけど、この A のオーギュメント、他のコード進行でももちろん使えるよというお話でございましたけど、皆さん楽しんでいただけましたでしょうか。また次回の動画でお会いしたいと思います。大堀123でした。それではさよなら。